はい、ということで15億ダメージの出し方ということでやっていくんですけども、まあキャラクターとその配置についてはこんな感じですね。はい、2周年アニマオール2周年カニキ、これはまあいつも通りです。で、2周年カニキの後ろには配慮ですね、スペシャルさんの激強配慮ですね、まあ、前回も動画で使ったのかな、ゼロ番隊の時に。で、オールの城は今回ドロップする歌ということで、まあ別に歌はそこまで重要じゃないんですけど、今回はこの配慮ですね、配慮がかなり重要になってくるぞということで、はい、こんな感じでこの配置でうまく立ち回ればかなりのダメージが出せるぞということでやっていきましょう。ミスらないようにすれば15億乗るんですけど、まあミスるんでね、途中必ず脳死でやってると必ずミスってしまうんで、まあ冒頭にね、15億行った瞬間の動画をちょろっと載せておくんで、そっちをまあさ、なんていうの、証明して、まあ立ち回り的なことをこの動画では話していきます。はい、行きましょう。で、カネキはね、もう1回スキルを打ってもらったら退場していただくんで、そうです、スキルを打ちます。スキルを打って退場していただくと、アタックポイントを使って、で、ハイルを出すとね、で、ここでハイルのスキルを打ってしまいます。ミスるとこといったこのハイルを出すと、まあ最初のこのハイルを出すタイミングも結構大事です。まあ、現段階であれかな、今が一番火力出るのかな、まあ、昔からもう火力出すって言ったらオールになってたんですけど、この6月ぐらいからかな、もうこいつが多分今一強ですね。まあ、こいつが特攻かかるのも結構な頻度であるんですよね、多分3回目か4回目のような気がするけど、こいつ乗ってるの、そんな乗ってないのかな。オール君は溜まるんで、ハイルにスキルを回していくか。で、オール溜まるんだけど、ここで打っちゃうとブレイクバーストの後速攻で打てなくなっちゃうんで、アリマのブレイクバーストを発動させてから打った方が、まあ、2倍になるんでね、火力はブレイクバーストのおかげで、で打っていきますとバフもかかるしね。はい、ガチ強いと。まあこれです、この繰り返しです。まあいつも通りですね。で、こっからはもう歌とオールのシフトしか使わないということです。んで、オールにスキルを回しつつ、あ、しくったね。はい、しくった、今しくりましたね。165コンボ目のコンボをオールで殴っておけば、多分これはスキルは溜まっていたぞと。はい、まあ、こういう細かなミスを、5ターン目のラストを行くまでに、何回か積み重ねてしまうと15億には乗らないぞという。あ、はい、今またミスったね、ちょっと待って。そうそう、これ喋りながらやるとめちゃくちゃむずいんだよ。一人でやってるとね、全然いけるんだけど、喋りながらやるとかなり難しいっていうことですわ。んで、歌と交換して打っていきます。まあ、歌はバフかかってないし、ブレイクバーストかかってないんですけど、こいつはねクリティカルで500万ぐらい出ますね。強いですね。まあ、これに倍率乗るとマジでえぐい、火力が出るんですけど、まあ、それはまた次回の動画でということでね。まあ一旦で今のとこ3億ぐらいはいけそうかな。3億もいけなかったですね。まあ、調子良かったら3億普通に超えてます。3億4000万ぐらいになるのかな。まあ、これを5ターン目まで、続けるんですけど、まあ、3ターンしたらね、あいつの火力が消え、攻撃力ダウンが消えるんですよね。まあ今防御力下げられたんだけど、まあでもあいつ麻痺ってるのがこうポイントで、麻痺ってるからこそ誰もやられないっていう、まあうまいことハイルがやられてくれれば別にいいんですけど、まあ、最終ターンまで持ってくれれば火力はまあまだ伸びるぞと。まあ大体ね、4ターン目、残り2ターン目の時に死んじゃうんで、でかい攻撃が一発飛んでくるんでね、こいつは。まあそれにしてもこいつはなかなか優しい敵ですよ。
数にやっていきましょう。どうしても駆逐は長くなっちゃうんですよね、動画があんま好きじゃない。早送りを使いたいんだけど、まあ、こういう立ち回りをいつもしてるぞということを見て、何か学べることがあったらなと思います。はいはいはい、とほいっとほいっと、ここは打ちますね。アタックポイント12あれば、まあ普通にスキル1周分回ると思うんで、途中でクリティカルも出てくれると思うしね。いかなかったですね、クリティカルが少なかったかな、ちょっと行かなかったな。そう、あのクリティカルの数にも左右されます、これは。結構、まあ、極端に少ないと15億は乗りません。オーケー。で、まあさっきも言った通り4ターン目にめちゃくちゃでかい攻撃が飛んでくるんで、その時にオールを全員に置いとくんじゃなくて、歌を全員に置いとくと。オール飛んじゃうと火力のあの出すやつがいなくなっちゃうんでね。よっこいしょと。まあ俺この教会のステージ好きなんですよね。あ、やべ、はい、しくった。あうん、この170コンボ目をオールで殴りたかったんだけど、こうやってしくっちゃうぞということでね。はい、2ターン目まあ5億近くはいってるが、ちょっとね低いかなというところです。はい、んじゃあ同じようにやっていきます。まあだんだんとね、みんなの HP が減ってきてるんで、そこは警戒ですね。まあ警戒したところで何か対応できるかといえばそうでもない。まあこれもちょっと運なんですよね。あいつがもう本当に一人にずーっと攻撃すると倒れちゃうし、まあそっちの確率の方が低いんだけどね。麻痺で攻撃力が下がってるのが結構安定してますね。攻撃力じゃない、攻撃回数がね。んで、使ってしまってアリまでブレイクと。でこれが3ターン目ですね。ここでまあ8億ぐらいは乗せたいんだけど、乗らないでしょうね。どうなんでしょうか。お、たまったね。使って。OK。まあ、このハイルが、ああ、またミスった。光属性っていうことも結構でかいし、こいつの持ってるアビリティがね、人間キラーと麻痺キラー GS、ん？人間キラーだっけ？草キラーだっけ？忘れたけど。まあまあ汎用性が高い。草キラーじゃないよ、なんだっけ、麻痺キラーと人間キラーか。そうそうそう、だから属性キラーじゃないんですよね。で打って、はい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 、今んとこ6億後半ぐらいか。でまた歌と取り替えます。歌もクリティカル連発すればあれかな、アタックポイント10でスキル最後まで溜まってくれることはあるんですけども、まあなかなかね、そううまいことはいかないぞと。これもう一周できるかな。スキルは、ブレイクバーストがかかっているときならもう余すことなく使っていきます、すべて。 OK。あー、なんとか8億乗ったな。まあそれはハイルがいてこそなんですよね。まあ次のターンでハイル多分、お亡くなりになるかもしれないね。
オールは次のターン下げるんで、ね、オッケーオッケーオッケー。で、アリマとオールが死んでほしくないと。打って、入る、打って、ああ、打たない方が良かったかな、これ。打たない方が良かったですね、これはね。しかも普通に今コンボミスってるし、2回連続。これが後々かなり響いてくると、こういう細かなミスがね、スキルゲージの溜まりやすさはかなり大事なんで、これが後々効いてきます。んで、スキルをぶっ放す。で、このターン、最後の最後で歌と交代しますね。まあ、理由は、このターンの相手のフェーズに、まあ、バカでかい攻撃が飛んでくるからです。まあ、バカでかいって言っても、そこまでなんですけど。それでね、ハイルがブレイクされちゃうんですよね、多分。それが結構面倒ではある。で打ってと。オッケー。打ってで、このターン中に10億はまあ乗ってると。11ぐらいはいけるかいけないか。で打た出して、ずっと君を食べたかった。はい、こんな感じですね。まあ今4ターン目で、10億何本ぐらいいったんだろう。5000万ぐらいいったかな。で今アリマ死んじゃったんだけど、まあこんな感じですね。ここも運ですね。こいつ結構序盤アリマはかなり、一方的に殴ってたんで、こういうことが起きると、うまいこと15億までは乗らないぞと。でもアリマのブレイクバーストがなかったら全然火力は出ないんでね。こんな感じですね。全く出てない。まあここはもうサクサク適当にやっていきますか。はい、こんな感じですね。まあこのハイルはかなり強かったですわ、うん、強い強いとは思ってたけど、まあ今回特攻もあって、はい、かなり強い仕上がりになっております。この3人ですね。ウタ、オール、ハイル。まあそれよりも大事なのがアリマっていうね。はい、ということで、まあ今回11億1000万ぐらいでしたんで、だったんですけど、まあ普通に、ミスらずに、もう今回かなりミスったんで、コンボのタイミングとか、そこら辺をきっちりねやれば、まあ15億は超えるぞということです。はい、というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。